どうも、サムライです。それでは本日もマリオメーカー2みんなでバトルやってきますんで、よろしくお願いいたします。さあ、青木ロコ、スタートしていきましょう。よろしくね、上から行っちゃったけど、これは、最悪だ。一番最初にやられるって心折れるよね。だが、なぜかね、この心が折れたところからスタートしていくのが私なんでございます。なぜなら、後ろにね、もう二人いるじゃん、すでに。ってことは、まだね、あるってことなんですよ、これは。本当に。土管です。さあ、ここで始まるは、おー、何ですか何ですか何ですか、あー、入ったよっしゃ。3発目で入れたのは久しぶりに大きいコース。よっしゃ、ここでとりあえず大きくなっていきましょう。さあ、来ました。ベンブンタイム。ベンブンタイムでございますね。わかりました、わかりました。そしたらそのベンベン、私がね、倒してあげましょう。あげましょう。危ない、危ない。おー、危ない、危ない。オッケー。あと1ブンブンか、どうなんでしょうか。2ブンブンか、どうなんでしょう。何ブンブンですか、あと。あと1ブンブンだな。あと1ブンブンをどうにかこうにかやっていかなければならない感じ。どこにいるあいつ、どこにいた、あ、危ない。ちょっと待って、待って。ここで、入ってくよ。とりあえず入っていきますよ。さあ、どうでしょうか。あのキノコは欲しかったけど、こっから上に行けるのではなかろうかと思っちゃったよね。なんか上相手だからさ。さあ、こっからさらに下っていくタイプか。んー、なんだとあいつ。なんだと。オッケーオッケー。オッケー。じゃあ、邪魔していこう。ああ、待って、邪魔できねえわ。邪魔できねえでございます。さあ、こっからでもさ、こっからもう、行くしかねえ。行くしかねえ。こっから下に行くしかねえ。あ、ダメだ。ダメだったー。全然できねえ。一発で行けんのかと思ったら、そういうコースじゃなかったようです。あー、残念でした。ありがとう。まあ、そんな感じでね、本日もみんまとやってきますんで、よろしくお願いいたします。仲間外れ、頑張りましょう。サムライゲームス、やっていく。さあ、行きます。ルイージースタート、よろしくお願いいたします。さあ、進んで行きましょう。よろしくね。さあ、投げ飛ばされながらもね、この大根コース、うわー、下っぽい。あ、下じゃね、下っぽい。下だー。完全に下じゃねえか。行きましたね。さあ、行かせていただきましょう。さあ、なんだ、なんだそれ。なんだそれ。いらねえから、そんなの。そんなのいらねえからな。よっしゃ、行こう。じゃあ、私はね、一番最初に行ってやろうと思います。扉に入っていきましょう。待って、こいつ危ねえ。危ねえ匂いのするコースでございますね。あっ、おっと、待って、邪魔。投げ飛ばされましたけども、まだ行くよ。私はまだ行くよ。あ、どうだろうな。これ、アイテムとか、なしで大丈夫？行けちゃうところ、あ、やっべ。こいつはやった。こいつはやっちまいましたけども、大丈夫でしょうか？大丈夫なんでしょうか？ああ、なるほど。こういうことか、こういうことか。ららよっしゃ、行った。さあ、ここで中間ゲットしていく。大きくはなれませんが、このままね、先に進んだ方がいいのかと思いました。どうなんでしょうか？先に行っていいのでしょうか？ああ、怖いな。結構、あ、怖い。いい感じになっておりますけども、ここで投げ飛ばしで上に行く。さあ、どうだろうな。このまま行けちゃいそうな気はするけども、ああ、なるほど。かっきぼ、お前、ちょっと危ね。オッケー、行ったんじゃないか。これ、あ、待って、行ったと思いて、お前、来んじゃねえ。おぉ、待って、ちょっと待って、それ怖くねえか。ああ、もう最悪よ。戻ってきました。ワンモアタイム。ワンモアチャンス、ワンモアタイム。さあ、ここから上に行けんのかな？行ったな。はいやー、ドラゴン！オッケー、行った。よっしゃ、上に行きますね、このまま。さあ、このまま上に行って、土管に吸い込まれていきます。これでおしまいではなかろうかと思いますけど、どうなんでしょうか？ありがとう！ここでゴール！やったぜ、ベイビー！サムライゲーム！あのオンオフスイッチで、あのボム兵をやらなきゃんねっちゅうわけね。オッケーオッケー。だとしたらは分かった。だとするのは分かったけど、ちゃんとやってくれるかなっていう問題があったけど、大丈夫そうだね。オッケーオッケー。行きましょう。さあ、行きますよ。さあ、どうする。怖いけ。やった、ありがとう。いただいてく。オッケー。これは勝ったかもしれない。待って。嘘だろ。お前、最後に、ちょっと待てよ。待って。1、2、ワンツー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 ！オッケー。大丈夫。ここじゃない！もう難しいな、もう。さあ、来るじゃないか。こっからなんだよ、問題は。こっからなんですよね。そう、知ってる。こっからだから、あのさ、大砲に乗っかっていけば、やっぽだ、行ったぞ、行ってねえ。あ、待って、どうすんだ、これ。こっから行ける、ありがとう。キノピコー、ありがとうよ。サムライゲームズ。さあ、行きます。キノコスタートやっていきます。さあ、このコースはどういったコースなんでしょうか？とりあえずね、下に行きながらやっていこうと思います。さあ、どうでしょうか？一番最初に行けてますけど、特に何かあるわけでもないような感じのコースには見えますね。さあ、そんな感じ。ただ、チョロプーがいたな、今。チョロプーいたし、ここで先に行っ
ってしまいますけども、どうだろうな、若干のタイムロスがあってここでやられるっていう最悪パターンを私とルイージーは繰り返していきます。さあでもね、私とルイージーが戻ってきたと言っても、これはねまだまだある、先がまだまだありますね。さあどうでしょうか、ここでまた戻ってきてもう一回ね同じところでやらなければ大丈夫だと思います。このままいけちゃいそう、このままいけちゃいそうな気がします。ありがとうございました。サムライゲームズ、さあ行きます。マリオでスタート。この氷はちょっとまずすぎる。おっしゃ、そこでフラワーゲットしていく。フラワーゲットしてさ、このままいけちゃうのはかなり大きいのではないでしょうか。どうなんでしょう、ありがとう、お疲れ様でした。さあ行きます、よろしくね。青キノコでスタートしていきますけど、待ってね、これ終わりそうじゃね、待って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 、これは終わりそうな気匂いがする。このまま終わっちゃいそうな感じがするんですけど、おーっと待って待って、あ意外に危ないな。ありがとう。おー、こういうコースは最初が勝負。サムライゲーム、さあ行きます。ルイージースタートでやっていく。あ、ぽー、なるほどな。そこにいるのは危ないと思いました。さあ、ここで猫をゲットした。こっからブーストをかけていくぜ。さあ、ブーストをかけていきます。あいつをマリオね、蹴散らしてやろうと思います。こっち、あ、いいんじゃない?いいんじゃない?あ、危ない。やられちまった。やられちまいましたけど、まあ大丈夫でしょう。さあ、後ろから来ていますけども、大丈夫でしょう。大丈夫かな?本当に大丈夫かな?危ない。危ない。あ、待って、奴ら危なくね?え、あいつらどういうつもりでこっち来るかな?あ、大丈夫だ。オッケー、いった。ありがとう、お疲れ。危なかった。怖かったねー。お、うわ、やられたかこれ。え、どうだろう?やら、あぶねー、ビビった。画面外から飛んできた。怖えー、猫。サムライゲームズ。さあ、よろしくお願いいたします。さあ、始めていきましょう。よろしくね。で、これは、多分ね、普通に行くのは無理だから、なんかあったと思うよ。なんかあるよね。うわぁ、マジで行ってる。マジで行ってる。うわぁ、やられた。完全にこれは持ってかれましたけど、これ多分ね、そのまま行っちゃっていいんじゃない?だと思うよね。だよねー。そんな気がしたもん、今。さあ、このまま行ってしまいましょう。ありがとう。ここで中間ゲットしていく。さあ、中間ゲットはかなり大きいんではないでしょうか。なかなかにね、難しいような感じのコースだと思われます。ブンブン。ブンブンブンの、そのブンブン。さあ、タイマン勝負。まだね、これは先があると思いて、さあ、ここでゲットしていく。まだな、まだ、まだね。オッケーオッケー。さあ、ここで、じゃあ、待ってようか。待ってるぜ、そのブンブン。そのブンブンを待っていこうと。お前ブンブン。お前ブンブン。3ブンブン ?3 ブンブン来たか、これ。来たんじゃない?あ、まだ?来た、え?嘘だ。嘘だ。マジ言ってる?こいつじゃねえってこと?こいつじゃ、君じゃね?あ、君じゃねえか。あ、君じゃねえと。君じゃねえということ。え、待って、だとした、するならば。だとするならば、君ら3人のうちどれかってこと。え、待って、危ねえな。危な、怖すぎやろ、がい。あ、痛いっちゃった。あ、痛いっちゃったよ。え?あれ違う?嘘嘘。え、それでもないでしょ?え、どうする?え、ちょっと待って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 。え、泣くねえか?あ、だとするならば、だとするならばさ、絶対どっかに鍵あるでしょ?これ絶対、さっきみたいな感じだと思うんだけど。だとするならば、あ、違う?あ、違うか?この上とかない?あ、ないかな?あ、ありそうな気がするけどね、なんとなく。あった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 、ここか。ここか、ゲットしていきます。さあ、いただいていく。ああ、悪いな。ごめんよ。おら、ビビ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 ビ、ちょっと待って。ははは、行かれちゃった。ああ、持ってかれちゃった。俺の鍵が。ああ、やられた。さあ、しょうがねえ。ただ、あいつに勝ちたいという気持ちだけでね、行くしかねえ。うわ、やられた。やられちゃった。ちょっと待って。逃げー、やられた。負けた。いい勝負だったな。ああ、ひどい。サムライゲームズ。さあ、よろしくお願いいたします。このコースはなんか上にあるね。さあ、あれをゲットしていった方が勝ちなんではなかろうか。私が行ってくるよ。私が行ってくるって。行ってくるって。邪魔。ちょっと待って。行かせてくれよ。は、行かしてくれ。行きたい人。俺、行きたい人だよ。行ってみるよ。いやー、行ってみましょう。さあ、やっていきます。よろしくね。さあ、やった。はははははありがとう実はこうなることは知っていた。というわけで、本日のミンバトを終えていこうと思います。お疲れ様でした。いやー、以前ですね、関東の方で、アロママッサージやいろんなね、バイトをしていたっていう話をさせていただいたんですけど、しかも6年間?社会人になって6年間もバイトですか?みたいなね。そういうのね、あると思うんですよ。でも、それって実は理由があって、元々の自分の夢って、整体師になることだったんですね。
地元でお金を稼いで関東に出て技術を習得したら自分で整体のねお店を開くっていうのが夢だったんですけど、ただ実際に関東に行って一番最初にやったのがその整体院の仕事だったんですね。それをやってみたら全然合わなくてさあ、この仕事をずっと続けるのは無理だってね、1ヶ月ぐらいで思っちゃったんですよ。でそこでもうすぐ辞めてさ、じゃあもうせっかく関東に来たんだからいろんな仕事やってみようっていうので、やった結果その中の一つがね、アロママッサージだったんですね。あとは結構転々とした部分もあるんですけど、そのアロママッサージとネットカフェのバイトを夜続けて、で日中のバイトをもう日雇いのバイトとかあるからさ、いろいろだからそれで事務作業してみたり介護職やってみたり工場でバイトしたりね、いろいろやったんですよ。いやーすごかったな。ちょっとねここでは語り尽くせないねあれはまあそんなですね、長期戦になる話はライブの方でねいずれ話していこうと思いますのでよろしくお願いいたします。では、今日はそんなところでミンバと終わっていきます。また次回も頑張っていくので応援の方よろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。